自自分自身の今年は古賀信明元連合会長公益社団法人国際経済労働研究所会長今年も早いもので残り1週間強となった年を重ねるたびに1年が早く感じてしまう4月になるとこの1年間を振り返っての単語や漢字流行語などが盛んに発表される私はこれらの言葉に 毎年注目している。この1年を象徴するものを、皆さんがどう見ているのか、非常に興味深いからだ。海外のものから3つ紹介したい。英国のオックスフォード辞典は、今年の単語に、リズ、リズを選出した。リズは、魅力や、人を引きつける力という意味のスラングで、カリスマ、カリスマという言葉の中間部分から取られたものという。スパイダーマン役で知られる俳優のトム・ホランド氏が、 オンラインメディアのインタビューで使用したことがきっかけの一つとなったようだ。日本の私たちからはあまり身近な話題ではないかもしれない。二つ目は、米国ケンブリッジ時点の2023年を象徴する言葉として選出した、ハルシネート、幻覚だ。選出の理由を厳格、幻覚に生成 AI にまつわる新しい意味が加わったためだとしている。また、出版マネージャーであるウェンダリン・ニコルズ氏は、 AI は膨大なデータを処理して、特定の情報を抽出し、それらを統合することには、優れていますが、私たちが彼らに独創的であることを、要求すればするほど、彼らは道を誤る、可能性が高くなりますとも述べた。最後は、米国のタイム誌だ。今年の人に、米歌手のテイラー・スウィフト氏を選んだ。2023年は暗いことが多い年だった。 あまりにも多くの組織が役割を果たせていない分断された世界でスウィフトさんは教会を超越し光の源とならる方法を見出したと評価した長い歴史の中で芸術分野からは初となったさて日本では日本漢字能力検定協会が行う今年の世相を表す漢字は税となった防衛費のための増税所得減税など 税が身近な課題となることが反映されたのだろう。また、日本経済新聞社がまとめた2023年のヒット商品番付は、東の横綱は生成 AI ・人工知能、西の横綱は大谷翔平ワールド・ベースボール・クラシック・ WBC である。さもありなんというところか。そして、現代用語の基礎知識・自由国民者、 韓の読者審査員のアンケートから上位語がノミネート語として選出され選考委員会によって決定される流行語大賞にはあれ ARE が選ばれた受賞式に登壇した阪神の岡田監督はちょうど1年前なんですけども18年も優勝していないチームが優勝というなとこれは手が届くあちらというと遠い気がするあれというのはもう少しで何かに手が届く プレッシャーがかからないように、あれは良いかなと思ったと背景を告白した。18年ぶりの、あれを達成した阪神は、勢いそのままに38年ぶりの日本一を、達成した。自分自身の今年の単語や漢字を試作し、来年の、あれ、ARE に思いを巡らす年末、年始であってもいいだろう。皆さん、良いお年を、お迎えください。